9月12日、令和5年9月、第5回松阪市議会定例会が開会し、令和4年度決算の審議が始まりました。定例会には、令和4年度一般会計、特別会計、事業会計の決算認定の議案などが上呈されました。最初に竹上市長は3期目について次のように話しました。市民の皆様からの負託を受け、3回目の当選を果たすことができました。10月4日から始まる次の4年間におきましても、議会の皆様とは緊張感を持ちながらも、お互いの信頼関係のもと、松阪市の発展と市民の福祉向上を目指し、努力していく所存でございますので、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご報告をさせていただきます。その後、令和4年度について振り返り、ワクチン接種など継続的なコロナ対策に加え、原材料費高騰に苦慮する事業者や物価高騰に対する市民への支援事業を実施したことを説明しました。また DX 推進の観点から市民の利便性向上を図る手続きのオンライン化や2050年のカーボンニュートラルの実現に向けたゼロカーボンシティ宣言を表明したことなどを報告しました。また DX の推進により市民の利便性の向上を図る。定例会の会期は10月24日までの43日間で、令和4年度会計の決算認定については決算調査特別委員会と4つの分科会で審議されます。主な施策の概要を説明いたします。一般質問は9月26日、28日、10月2日の3日間行われます。よって発議第9号は可決されました。はい、ご覧の行政チャンネルでは、本会議と一般質問の模様を生中継と録画で放送します。